豊かな森の中を流れる美しい渓流。そこにはアングラを楽しませてくれる渓魚たちがいる。そんな渓魚との出会いを楽しめる渓流ルアーフィッシング、魚との駆け引きが最高に楽しい釣りだ。ターゲットは美しい魚体を持つ魚たち。辺見哲也さん、ソルトルアーフィッシングのスペシャリストで、特にプラグと言われるルアーでのゲームを好む。今回辺見さんが攻めるのは岐阜県の清流、長良川水系。これね、アップクロスで投げて、お、食った。いたね、かわいいね、嬉しいね。ソルトも渓流もその高いキャスティング技術で攻略する名手が清流の渓魚と戯れる。5月中旬、岐阜県の郡上市を流れる長良川支流の吉田川中流域で辺見さんは準備に入っていた。釣りをするために入魚券は必須だ。長良川水系は久しぶりの辺見さん、川のイメージはどんな感じだろうか。オンオフがはっきりしてる。縁があって背があって、縁があって背があって、まあこの川の大原則がもうかなりはっきりとしてる。久しぶりといっても十数年ぶりの長良川水系。それも今から入る吉田川は初めての辺見さん、期待が高まる。今日僕が来たのは長良川の支流吉田川です、まあ、この川実はね初めてなんですね、吉田川は。見た感じ川の規模、まあ、僕らが言う渓本流って僕らはよく言うんですけれども、ある程度規模の大きめな渓流ですね。竿は5フィート4インチのウルトラライト、ちょっと短いかなと思うんですけれども、上流に行くともう少し絞れてくる、川幅が狭くなってくるんじゃないかなっていう、まあ、予想のもとに少し短めの竿を選びました。スタートのタックルはこんな感じ。どんなルアーで攻めていくのだろうか。いろんな、種類のルアーがある中で、僕はミノーで釣るのが好きなので、まああえてこだわって、ミノープラグ、まあ、これを使うんですけれども、そんな中でもまず、まあ、3タイプのルアーを持ってきてます。まあ、その中で同じ5センチ、5センチでもその重さが徐々に下がっていくというのがまず基本なんですね。下がっていくとはどういうことなのかというと、シンクレートっていってこう重さですね、よりこう重くなっていけば沈みが速くなる。それをまあシンクレートが高い低いって表現するんですね。でそのレートを考えて2つのルアー、2つの種類ですね、2つの種類で4タイプの沈む速度、まあ、その中でコントロールしていくっていうことになります。どういうふうに選んでいくかっていうのは、その流れのスピードと推進ですね、まあ、この2つを絡めていった時に一番ベストなレートをチョイスしていくってことになります。これこのルアーなんですけれども、こちらが軽め、こちらが重めという形で重さがちょっと違うんですよね、まあ、軽めのタイプ。もう太陽が結構高いんで透明度もあるし、どうしようかな、少し暗めのカラーから使ってみたいと思います。ドラグは僕は結構緩めですよね、まあ、PE ラインを使ったこうミノプラッキング、トラウトゲームに関してはやっぱ力の抜けどころを作るためにも
少しドラグが緩め、しかもその緩いドラグを繊細にコントロールできるドラグ性能大事ですね。非常に滑らかに糸が出ていく、こういうリールを使うことによって少し緩めのテンションでなるべくこう魚との押し引きをリールで助けてもらう。意外と高いね、12度。意外と思ってるより高いですね。まあ、気温が高くなってきたんで水が冷たく感じるんでしょうね。今12度だからだいぶいい感じの水温ですよね。非常に活発に、トラウトが泳ぐ温度、息ではありますね。どっちかというとこのぐらいの流速の方が得意ですけどね、僕。やっぱ流れが緩いとね、見られるんですよね、ルアーをしっかりと。ああいうところ、緩い流れってやっぱり餌とかフライの方が強いと思うんですよね。ポイントを見極めながら釣り上っていく。キャスとして着水点を変え、ルアーを流すコースを変えながら攻めていく。お、いるでしょ、絶対に。お、来た。お、いいよいいよ。よいしょ。水面黙らないで。アマゴですね。釣れました。アマゴ。この朱色の点が綺麗ですよね。嬉しいね。綺麗だね、この朱色の点が。こうヒレの先端が白くてね、渓流の魚ですね。朱色の斑点がトレードマークのアマゴ。その美しい姿にしばし見惚れる辺見さん。これね、自分で泳ぎ出すまでしっかり待っててあげてほしいですね。よし、うん、あ、元気に帰ってきました。いや、やっぱりリリースをするのならばランディングするときにまずネット乾いてる状態じゃなくて必ず水につけてからランディングする。そして本来こうできる限りこう魚には触らない方がいいんですよね。まあ僕は手袋してるんですけども、こう魚がやけどするって言われますけども、まあやけどというよりこう塗る、体の表面を守ってる塗るが取れるとこう弱りやすくなってしまう。ですのでなるべく手も水につけて魚を持つ、まあ、そういう心配りですよね。まあ、ぜひしてもらいたいです。今ね、ちょうどこの背をアップクロスに投げて軽くピッチしながらターンさせる、ターン直前ぐらいでバイトしてきましたね。はい、いわゆるこう典型的な渓流のミノープラッキング的な攻め方で出てきてくれる。やっぱ嬉しいですよね。キャストする方向で探る場所を変えるということ。自分の正面がクロス、上流側に投げることをアップクロス、そして下流側に投げることをダウンクロスという、一つの場所からさまざまな角度で渓魚を狙うことができる。下に川底に石がゴロゴロとしてる背につく、特にこの時間帯日が上がってくると渓魚は岩盤や大きな石の陰に身を潜めると言われている。水中の様子を確認して攻めるコースを決める。辺見さんは初めての吉田川でも自分の経験をもとにアマゴがつきそうな場所を想像して攻めていく。あそこだよね。
この島ありますよね。島の向こう側の流速の強い部分、あそこはいるでしょうね。このね、アップクロスで投げてちょっと沈めて軽くトイッチしながら少し深いところ、さあ食え、あ食った、いたね、いるところにいる。いや楽しい。フォーセップという道具を使うとあまりこう魚に傷めずに針が取れますね。よいしょ、よいしょ、これね、こういうところにパチッとつけておけるので取り出し便利です。おお、これも朱色すごい綺麗。うわ、ちょっと色が違うね、さっきの個体とは。すごいね、これ朱色がちょっとさっきより大きくなった。これ一匹として同じ柄の魚がいない。一匹目より朱色の点が濃い個体、美しい。リリースします、ありがとう。おお釣れた時も嬉しいけど、この元気に帰ってってくれた時も同じように嬉しいですね。今ね、ちょうどこの島の向こう側の流速がしっかりとしている部分、まあここはいるだろうなってところでアップクロス、ジャックアップクロスですね、で投げて軽く沈めてから踊らせながらターンさせてきて食いました。思ったところでやっぱね、思うように出てくる、まあ自分のキャスティングがしっかりと決まる、そして思ったように流して食ってくれる、自分のイメージ通りに魚が釣れるって、こんな楽しいことはないですよね。魚はね、かなり離れたとこからルアーを確認してるので、例えばここでルアーを着水させても僕のちょうど正面より下流ぐらいの魚が反応することもあるんですよね。今度ね、レーンを変えるって言って距離ですね、自分からの距離を手前にするとまたターンしてくる場所が変わってくる、まんべんなく攻めていく。で、僕の目の前にこう島ありますよね。おそらく島のこう下側って掘れてると思うんですよね。で、そこをしっかり攻めるにはこのアップクロスでは攻められないんで、上流に行って上流の背を叩きながらダウンでポジション変えて攻めてみます。ダウンストリームで岩盤の際をゆっくり、直接岩盤に投げるんじゃなくてこう流し込んでいくっていうのが大事ですよね。ただこういう場所って餌釣りで結構攻められてる可能性あるんですよね。だからうまいし食ってこないかもしれないけど、出ない。でここはちょっと餌釣りで攻めやすいですよね。魚がつく場所がはっきりしてて、この白泡の下、やっぱり釣り方に合ってる場所をこう集中して攻めるってことも大事かもしれないですね。例えばこういう平場ってプレッシャーがかかりやすいんで、餌釣りとか天から釣りだとアプローチしづらいんですよね。ルアーの一番のメリットってこうディスタンス、距離、近づかないで魚にアプローチができるのがルアーフィッシングの最大のメリットですので、こういう場所っていうのは遠くから攻めてプレッシャーのかけずに魚やアプローチできるルアーフィッシングの方が有利な場所ですよね。ルアーのメリットですよね。これはね、餌釣りでもルアーをこのアピール力って餌釣りでもフライフィッシングでもできない。お、食った、いたね。
この時魚をなるべく水面に出さないように。うわー、とバレそうだったけど釣れました。ルアーフィッシングのメリットである遠くからのアプローチで手にした一匹。ほら、お腹パンパンですよね。クククいっぱいいい餌食ってんでしょうね。はい、ありがとう。バイバイ。あ、懐いてる。はい、バイバイ。やっぱこの世話いるよね。まあ、今食ってきたのもこのディスタンス、距離を持って距離を保って魚にアプローチできたから食ってきた、取れた一匹だと思います。初めての吉田川、1カ所目のポイントで美しい3匹のアマゴに出会うことができた。吉田川の上流部に移動してきました。このエリアからはイワナもねいるそうなんですけれども、まあどんな魚と出会えるのか楽しみです。今ね、車から降りてきてすぐの場所なんですけれども、まあ、置き場所が渓流は限られてますよね。そうすると先に入っている方がいるかどうかってのは分かると思うんですよ。で、まあ今渓流のルアーアングラー非常に増えてきたんですけれども、トラブルとして先行している人の前に入ってしまうということが結構多いんですよね。ただやっぱ渓流のマナーとしては先行者に必ず声をかける、上流に登るのか下るのか。渓流の場合は特にこう上に釣り登っていくことが多いので、その前に入ってしまうってことはやっぱマナー違反なんで、ぜひこうやらないようにしてもらいたいです。まあ規模の大きい軽本流なんかだとこう釣り下っていくこともありますので、まあ先に入っている方に声かけて、上がりますか下りますか、まあ釣りをしている姿を見て登っていくのならば自分は下るとか、まあ、その辺のね、まあ最低限の人としてのマナーですよね。これはぜひ守ってもらいたいと思います。はい、ルアーはヘビーシンキング、ちょっと色が派手めの若鮎カラーですかね。このカラーを使っています。やはりマナーを守って釣りをすることで楽しい時間が過ごせることにつながる。まあこっちが本命だろうな。羽目のカラーはアングラーからは見えやすいんですけど、ルアーの位置が分かりやすいですが、まあ、魚もね、イワナはこういうチャートリウス系、黄緑ですよね。こういうカラー非常に反応しやすいんですけど、プレッシャーもかかりやすいんですよね。まあ、結構こう岩にくっついてそこの方でステイしてる、じっとしてることが多いので、イワナの場合は深いところをしっかり泳がしてあげる。大石がゴロゴロするポイント、エミさんはキャスティングテクニックでピンポイントにテンポよく攻めていく。いや、出てきても良さそうだけどな。ここでは一つの立ち位置から何度もキャストするのではなく、ワンキャストしたら移動して活性の高い魚を探していく。しかしその後軽魚に出会うことはできずに初日が終了した。辺見哲也さんの長良川水系釣行2日目は本流からスタート。2日目はこの本流からスタートしたいと思います。サイズじゃないとは思うんですけど、まあまあせっかくなんでね、いいサイズも釣れればやっぱそれは嬉しいんでね。タックルは支流の吉田川を攻めた昨日よりもロッドは長く、リールも少し大きくなった。まあ、
最中なんで、やる気のある魚は上を向いてると思うんですよね。ですので比較的浅いところ、中層より上ですね、を意識して浦を引いてます。実は数日前から渇水気味の長良川水系、一筋縄ではいかなそうだ。さあ、リリースします。ありがとうよ。おい、元気に元気に石の下に入ってきましたいや、やっと本流で釣れた。いや、本流ではね、イワナしか釣ったことないんですよね。アマゴ釣ったのは初めて。朱色がやっぱね、大きくて個体差がいろいろありますね。支流でもこう、非常にこうつつましやかに朱色が入ってるのを見れば、まあ、本流に来ると結構ね、ドスッと入ってる。面白いね。やっぱ自然の魚っていうのはいろいろ個性があって、一匹としてこう同じ魚体はいない。その後もしばらく本流を攻めたが、軽魚からのアタックはなかった。そこで辺見さんは大きくポイントを変えることにした。長良川本流ではあるが、かなり上流部に入り狙ってみる。谷が深く、車から川までは距離がある。準備万端、体勢を整え、ポイントに向かう。もうもはや釣りじゃないよね、これ。見た目はトレッキング。山深き道を進み、川を目指す。辺見さんはこの時間も好きらしい。これからどんなポイントがあるのか、ワクワクしてしまうからだ。気持ちいいね、やっぱり。やっぱり渓流は何だろう、もう歩いてるだけで楽しい。次のポイントに移動するこの時間も楽しいですよね。やはり辺見さんも一アングラー。川を見て攻略プランを練り上げる。さて、釣りの準備しよう。コンパクトに収納できて機動力のあるロッド、小型のリールでアマゴやイワナとの出会いを目指す。こう、ああいうところいるんじゃないかとか、いろいろ考えながらこう投げていく、シュートしていって、シューティングゲームであるこの釣りが好きなんですね。ですので、こう狙ったスポットにルアーがプレゼンテーションできただけで結構楽しいんですよ。それで魚が釣れればもっと嬉しい。来た。よしよしよし。あ、来るしか。残念。いいのいいの。でもね、自分が狙ったところにシュートできて、で出てきた。
魚もう結構満足ですよね。面白い。ゴミ、悲しいですがやっぱりこれゴミって落ちてるんですよね。僕はゴミを持って帰る袋を常に持ち歩いていて、まあ気がついたら拾って持って帰るようにしてます。例えばこうルアーに引っかかってきた人工のゴミとかもやっぱりそれは釣りをやってないと回収ができないゴミだと思うんですよね。そういうゴミは必ず持って帰るようにしてます。自分が出したゴミはもちろん、そこにあったゴミも持ち帰る辺見さん。この行動は渓流を愛する全アングラーが学ぶべきスタイル。巧みなキャストでピンポイントに攻めていく。しかし上流部も渇水によって魚の活性が落ちてしまっている。反応がない。どんどん釣り上がっていく。丁寧に探ってきたが軽魚からのアタックはない。おい、これで食った。ちっちゃかったけど、あ、ついてきてる。絶対でっけえのいるんだろうな、こういうところは。タイミングだよね。長良川上流部も魚の活性が低かった。支流の吉田川に狙いを変える。長良川から支流の吉田川上流部に辺見さんは移動してきた。ここだろうな。出るならこのシーンだよね。光りすぎるのかな。太陽強いですからね。少し光り方を抑えてパールホワイト使ってみます。ここは出そうだけど魚はいるだろうな。ケースがない。来た。もうちょっと大きいかな。イワナ、やーり。イワナはイワナでまた綺麗ですね。この柄、僕がよく行く新潟とはまた違いますね。柄が、唐草模様が細かい。長良川水系ではアマゴと並び人気の軽魚イワナ。力強くローリングするような引きが楽しめる。長良川水系のイワナも久しぶりですね。名残惜しいですけどリリースします。ありがとうね、バイバイ。お、こいつも俺に懐いた。分かるんだよなお前ら、魚に優しい人は。
ヒレがすごい綺麗。ヒレの縁が白くなってて。まあせっかくならね、イワナも釣りたかったんで、よかったです。今回の長良川水系長江、辺見さんは景魚との出会いをどう感じたのだろうか。まあ、これだけしっかり長良川水系を、調整したのは初めてなんですね。で、まあ、雨がこう少なくて渇水気味だったと思うんですけれども、それでもなんて言うんですかね、僕が普段行く河川よりも素直に連れてくれたと思います。まあもう少しね、あの雨が降って水位が回復して、むしろちょっと増水して、その後いいタイミングでね来たらもっと楽しめるんじゃないかなと思うんで、まあ、今回も十分楽しませてもらいましたけれども、ぜひまた挑戦したいと思います。厳しい状況下でも名手を楽しませてくれた長良川水系。川が落ち着けばそこに美しい魚たちが待っている。そんな景魚との出会いを楽しんでみてはいかがだろうか。